です、えー。今週のテーマは「食欲の秋クッキング」ですねえー、まあ料理するのってさっきあのスタッフの方に聞かれたんですけれどもいつ頃から料理してたのかなと考えた時に、まあ、小学校の頃ぐらいからなんかあの、まあ、たまにこうお手伝いもしてたんですけれどもあのよくおやつを作ってましたと言ってもそんな,なんかこうクッキー焼いたりケーキ焼いたりっていうなんかこう たものはまあほとんどたまにしたような気がするんですけどまあ,あの主に好きだったのは人参スティックです <laughs> あの、えー、もう本当に簡単なんですよあの人参をこう、ま、細く切ってでまあみ私はあの、ま、それには金山寺味噌が好きだったんですけどそれにマヨネーズあえてでつけて食べるんですけどこの金山寺味噌とマヨネーズは 隣に置くだけで、人参であえるんです、あの、食べながら。そうなると、ちょっとマヨネーズ多めとか、金山地味噌多めとか、たまに金山地味噌だけとかっていう、こう、味の変化をこう楽しみながら食べるっていう、これは、今でも美味しいですね、大好きです。おつまみかみたいな感じなんですけれども。あと、あの、ちょっと驚かれるのが、あの、梅干しに砂糖。 これも簡単でで美味しいんですよあの、まあ、カリカリ梅干し、まあ、青いのがいいかな赤いのでもいいんですけどそれを、まあ、三温糖みたいなこうシャリシャリの状態のものに直にちょんちょんってつけて食べてちょんちょんってつけて食べてその梅のカリカリ感と砂糖のシャリシャリ感っていうのが絶妙にマッチングして美味しいんですよこれはあの、まあ、トマトに砂糖とかトマトに塩みたいな。 そんなノリであのー、食べていただければと思うんですがこれはちょっとおすすめですよまあ料理なのかって言われると怪しいですねなんか梅干しに至っては包丁すら使ってないっていう感じですね、まあ、あとはバター餅とかバターであの、まあ、これはフライパンとか火が出てきましたねちょっと料理っぽいですえバターをしてあて強火になるとお餅が固く 今まあ、焦げてしまうので、まあ、弱火でじっくり柔らかくなるまで、まあ、両面ひっくり返したりして焼いて、で最後に醤油をパラッとかける。これは、あの、まあ、海苔を後で巻いても美味しいし、そのまんまでも美味しいです。えーまあ、そんなあの料理なのか、何なのかっていうものを、まあ、小学生の頃、まあ、今でもよく作ってますね、えー。たくさん食べていました。まあ、健康的っちゃ健康的なんでしょうかね。 え時は流れ流れて現在なんですが、まあ、ちょっと進化したかなということで最近作ったおいしい料理をいくつかご紹介したいと思います、えー、この間コールスローが突然食べたくなってバーッとこう丼いっぱい食べたいと思って、えー、ちょっと家で作ってみることにしました、えー、まあ白菜のだいたい柔らかい部分、まあ、芯に近い部分も 使うんですけれども、まあ、柔らかいものを中心に千切りにします。え、それから、まあ、同じく、あの、薄切りにしたきゅうりを入れて。まあ、軽く塩でもいます。もう、本当に、あの、しなるぐらいじゃなくても、本当に味がほんのりついて。ちょっとしなる程度ですね。これに、レモンの果汁をぎゅーっと絞って。えー、オリーブオイルを入れて。で、あの、まあ、外国の、ちょっとまったりとしたマヨネーズに。柚子胡椒をたっぷり入れるんです。 それをバーって混ぜてそれにあのベーコンを細く切ってカラッとちょっとあ,のあ炙ったものそれをかけて作ってみたんですけどもこれは良かったです美味しかったですあのまあちょっと当てずっぽうで作ってみたのでまあオリジナルといえばオリジナルなのかもしれないんですけれどもなかなかあのうまくできました分量は適当です えー、私も同じものが作れるかどうかちょっとあのー、怪しいです、まあ、でも柚子胡椒は結構たくさん使うんですけれどもこれは万能ですねあのこの間は豚肉とレンコンをちょっとこう、まあ、サイコロ状というか、まあ、い,い,いい大きさに適当に切ってでそれにあのだし醤油うっていうちょっと甘めの醤油に柚子胡椒またたっぷりといてで炒めた上からさっとかけてちょっと焦がして。 食べたらこれは、まあ、ご飯にも合うしビールにも合うしなかなか良いですね柚子胡椒これはあの一家に瞳柚子胡椒といえば柚、ま、子、あ、すこっていうのが福岡のお土産であるんですがあのタバスコじゃなくて柚子すここれはあの例えばあのポテトフライにかけたりとか,なんかお肉焼いてちょっとかけたりとかなんかこうやっぱり柚子と青胡椒って いいな。ちょっとそういう、あの、まあ、あの、固形じゃなくて、あの、まあ、タバスコのように液体でかけたい場合は、そんなものもありますので、おすすめです。えー、さっきの白菜コールスローみたいに、まあ、適当にちょっと混ぜ混ぜして作ってみることもあれば、あの、外食をした時に、あ、これはちょっと美味しいから、まあ、ちょっと家に帰って作ってみようかなとか、まあ、作り方を聞いてみる時もあるんですけれども、まあ、推測でチャレンジしてみることもあります。まあ あのたままには失敗しますあの一番大きかった失敗というか、まあ、大失敗の部類なんですけれども「とんぶり」っていうのはあの畑のキャビアって言われてるあのほうきの実ですかねあの本当にキャビアみたいにちっちゃい粒ぶがなんかこう瓶詰めで売られているようなそんなものなんですけれどもそれを使った、まあ、ちょっとオブリーなドレッシングがあってそれがすごく美味しかったんですね。 で、それが確かあのたけのこをカルパッチョ風にしたものの上にかかってて美味しいとで早速たけのこを買ってきてトンブリをなんかこう油かなんかでちょっとヒートをしてなんかちょっと甘辛くすればいいんじゃないのかなと思って熱く熱した油の中にトンブリを投入してみたんですでちょっとその後ははビー教官でしたね 飛び散る豚ブリはじけ飛ぶんブリみたいにあのどこまで飛んだかっていうとあのキッチンのところの,あの壁まで一面にこう豚ブリだらけになりましたどうやって後で混ぜたのか、まあ、多分あの油の中にんブリ入れたらえらいことになると、まあ、ちょっと詳しいレシピはあのわからずじまいなんですけれどもまあ豚ブリとあのまあタケノコは 合うと,いうことでなんかこうおすすめの食べ方があればまだちょっと春まであの間がありますのでちょっと研究をして、まあ、次の春ぐらいにはたけのことりのサラダなんていうちょっとかっこいい和風なあのメニューを自分のレパートリーの中に入れられたらなあと思います。